あそこだね。ハーレクイン、周りを見ろ。ん？これは。まさか大虐殺にあったコランドの人たちの。ざっと船体はあるね。よくれ。動き出した。これって僕のゴーレムみたいなもの？うん、ゴーレムとは違って完全に敵意を持っているよ。死者の怨念を利用した禁獣、オンハンゴンの砲だ。つうか、今さらんな雑魚で俺たちは足止めできっと思ってんの。ホーク君、すごい！団長！答えは簡単。あなたに降る力は彼らに付与される。これが資料強化の法、修羅の温州。姿が変化した！面白い。攻撃、防御、魔力への耐性も急激に上昇した。これはいわばメリオダスと七つの大罪の潰し合いよ。お前たちの足はそこで止まる。殺せ。伏せろ、ゴーステル。神経操作が通じなかった。資料たちの体を動かしているのは神経でなく怨念。そして奴らの力の供給源は町の中心部から発せられている強力な負の力。囚われた団長殿だろう。もはや雑魚とは呼べぬ代物だが。新冷蔵シャスティボル第四形態。なんじゃこりゃ。サンフラワー。ラッシュロック！情けないですよ、ホックス審判。雑魚どもごときに遅れを取るとは。余裕こいてんじゃねえ、後ろだ。余裕をこくのが強者の特権です。どういうこと。資料たちにはメリオダスの負のエネルギーが供給されているのよ。そういうからくりか。でも残念だったな。七つの大罪はてめえら実戒を倒すために集まった運命の仲間だ。あいつらをなめんな。さあ、それはどうかしら。僕らすっごくパワーアップしてない？へへー。豚野郎ども、あとはその一匹だ。やっちまえ。すっごいパワー。まさか
倒した資料たちの力があの一帯に流れ込んでいる。大当たり。分配されていた負のエネルギーが一帯に凝縮され、今まさに最強の資料が誕生するのよ。メリオダス、どうしたの？顔色が悪くてよ。耐えられるわけがなかろうに。時代魔人王と呼ばれたものの強大な魔力に。団長殿をなめるな。メラスキラどうした？顔が悪いぜ。